染み抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、こちらはですね、化学繊維ポリエステル 100% のステンカラーコートになります。全体的にだいぶ汚れております。襟、袖、ポケット、前身頃すべてに黒ずみがございますし、部分的なシミもたくさんあります。まずは襟ですね。このような黒ずみ、そして袖です。でポケットの前身頃、こういった油染みのようなシミとポケットのところの黒ずみ、全体的に汚れておりますので、全体処理と部分的なシミ抜きを併用して綺麗で清潔な状態にしたいと思います。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、ステンカラーコートが仕上がりましたので、状態を見ていきたいと思います。 AD や袖やポケットといった汚れやすいところ、黒ずみが目立っていたんですけども、作業させていただきまして、綺麗になっております。袖、そしてポケット、いい感じに綺麗になってます。こちら側も同じように綺麗になっております。こんな感じです。あとは襟を見ていただきたいんですけど、いかがですかね。これかなり色の段差がはっきりついていたんですけども、非常にいい感じに綺麗になっております。はい、いい感じです。全体的にですね、前身頃とかのシミもですね、すごく綺麗になってますし、いい感じです。こういうですね、白っぽい、アウターっていうのは非常に重宝するアイテムだと思います。何でも合わせやすいですし、スリッポン、つまりスーツの上からですね、着ていただくには非常に使い勝手がいいコートだと思います。ご利用ありがとうございます。詳しくは染み抜き武田クリーニングで検索してください。